こんにちは。ジャパニーズデイリーライフポッドキャストのアツシです。このポッドキャストは日本語を楽しく勉強している皆さんに向けたポッドキャストです。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。今日の大阪も綺麗に晴れてますね。はい、最近ずっと晴れていて気持ちがいいですね。先週ぐらいからやっとちょっと気温が下がってるんですけど、まあでも日によってまだ暑かったりします。昨日はねちょっと暑かったかな。はい、そんな感じです。今日はね月見について話します。月見って皆さん聞いたことありますかね。月見は日本の風習の一つですね。はい、昔からある習慣みたいな感じかな。はい、まあでも実際今の時代では、まあ、ゆっくり時間をとって月を見ながら団子を食べるというようなことはほとんどしないと思いますね。はい、これはもともとは中国から伝わっています。はい、この風習が800年代ですね。800年代なのでもう1200年ぐらい前に日本に伝わりました。当時は、貴族ですね。ちょっと身分が高い人たちが行うようなイベントで、普通の、一般の人には、馴染みはなかったんですね。はい。で、江戸時代になると、月見、そういうイベントが、一般的、普通になったんですけど、その時は、団子よりも芋ですね。芋を煮て食べることが多かったそうです。はい。その後に、団子を備えるような、ものに月見が変化して、今に至るということですね。はい。初めにも、言ったんですけど、この時期の満月の時に、じゃあ月見だからみんなで集まって、月を見ながら団子を食べようというようなことは、今はしないです。はい。なんですけど、この時期スーパーなどでは、月見団子が売っていたりしますね。はい。一つ面白いのはマクドナルドが月見バーガーというハンバーガーを毎年販売してます。はい、これは目玉焼きを挟んだハンバーガーですね。はい、結構人気がありますね。はい、僕の奥さんは結構好きです。はい。はい。そういう面白いことがありますけど、風習としては、そんなに今はしてないというような感じですね。はい。皆さんの国では、この時期、何か面白い風習はありますかね。はい。ぜひ、教えてください。僕と、こういう話をしてみたいと思った方は、ぜひ、オンラインレッスン、愛登記のオンラインレッスンでお話しましょう。はい。お待ちしています。はい。今回も最後まで聞いていただきありがとうございます。ではまた。